パソコンで漫画を描くのって初めてだけど、うまくできるかな。大丈夫よ。小高みちる先生。コツさえつかめばできるから。じゃあ、一緒にやってみましょうね。はい、それじゃあまずキャンバスを用意しましょうね。はい。ファイル新規っていうところ開いてみて。ファイル新規で。うん、それね。そしたらですね、カスタムのところに開くと、はい、A4 のモノクロ600、漫画を描くときにはこれがいいので、はい、A4 のモノクロ600にして、それで OK しますね。はい、OK で。うん。顔出てきた。うん。で、これで自由に絵が描けるようになるので、はい、絵描くときには、ペンやマーカーや鉛筆っていうのを使うんだけど、今鉛筆になってます。これですね。うん。はい、とりあえずグリグリって描いてみようか。うん、そんな感じね、うん、でじゃあ上にあるペンに変えてみようか。鉛筆の上にあるやつ、はい、それでグリグリって書いてみると、そんな感じですね。でマーカーペンは筆圧を感知して太くなったり細くなったりするので、下書きはまあ鉛筆とかマーカーとか使う人が多いかな。マーカー、うん、それはね筆圧があんまり反応しないのでざっくり書ける感じだ。均等って感じですね。そうね。どれ使う？じゃあマーカーでやってみます。うん、じゃあこれ全部一回消そうか。はい、ね、デリートキーを押すと消えるから一回全部消してみて。はい、はい、そしたらねざっくりコマを割って書き始めるんだけど、コマの当たりの線取るのにはこの線ツールっていうのがいいかもしれない。はい、それでシフトキーを押して横に引っ張ると、シフトキーを押して横に、うん、それでざっくりコマ割りをしておこうか。はい、なんとなく、とりあえずなんとなくね。なんとなくな感じで。うん。いいかもいいかも。うん。そしたらさっきのマーカーにするって言ったんで、はい、マーカーの方に持ち替えてキャラクターを描いてみることになりますね。はい、太さを変えるにはどうしたらいいですか？ブラシサイズのとこだね。はい、そこの、数字、そうね、三角マーククリックしてもいいし、ここら辺にスライダーが出るから、そうそうそう。それでグイッと大きくしたり小さくしたりできる。ここで。うん。うん、で消しゴムで消すと今書いたやつ消せるし、はい、消しゴムもサイズ変えられるからね。あとは今書いたやつをやっぱりまずい、なかったことにっていう時に、はい、あ、書いてからじゃない、ただなかったことにするボタンがここについてるから、はい、それで今書いた線だったら一つ戻れるんですね。うん、そう、一つ戻れるの。はい、さあ書いてみよう。ざっくりね、下書きはもう思い切ってざっくりね、ざっくり何書こうかなって感じだよね。まあ頭にイメージちょっと持ってきたと思うんだけど、これ手です。なるほどなるほど。下書きできましたね。素敵に書けましたね。とっても簡単にできてびっくりしました。はい、ペンタブレットを使うと手で書くみたいに自由に絵が描けます。じゃあ次に行ってみましょうか。